まあ、怪我もなく、はい、いい状態でシーズン終盤を迎えられている、まあ、このまま、はい、最後まで離脱しないようにやれればなと思っています、自分は中盤の選手でディフェンスの選手とフォワードの選手をつなぐ役割なので、まあ、しっかりとそこを連動しながら周りの選手を生かすプレーを見てほしいですね。いやもうみんな真面目に練習取り組みますし、練習もすごくハードな練習できてますし、自分が若返らせてもらったような感覚でいるので、なんか若い選手と切磋琢磨することによって自分がすごくエネルギーをもらえているので、本当に来てよかったなと思います。いつも熱い応援ありがとうございます。シーズン残り試合少なくなってきましたが、チームはプレーオフを目指して必死で頑張っていますので、サポーターの皆さんも最後まで諦めず僕たちを後押ししていただければと思います。最後みんなで喜んで終われるようなシーズンになればなと思いますので、最後までよろしくお願いします。